人間の頭って2つのことをいっぺんに考えられないんです。アラを探しているときは必ず良いところを見てないですよ。普段のちょっとしたことなんだよな。人に好かれるとか嫌われるってちょっとしたことなんだよ。そんなもんだよ人間って。困ったことが起きたとき、声を出して自分自身に問いただしてみるのです。私は本当に困っているのかと。そして私は本当は困っていないと思えたとき、あなたは成功への道を一歩踏み出したことになるのです。私の人生、こんなに困ることがあるんですけどって。それはあなたが自分の人生は困る人生だと思ってるから。この世は思ったことが現実になるの。だから自分の都合の悪いこと言っちゃいけないよ。人間は平等じゃない。美人に生まれる人もそうじゃない人もいる。気に入ったものをひいきしてしまうのはしょうがない。でもあいつばっかり可愛がられて俺には冷たいと思っちゃいけない。それはあんたがいけないの。冷たくされるのはあんたが可愛くないからなんだよ。人に競い勝つために努力している姿ってなんだか寂しいよね。そんな人は始めたとしても自分より優秀な人と会うと落ち込むよね。結果的にやらないか、始めても自分の欠点を見つけたりするんだよ。するとあれもダメだこれもダメだって言いながら人生が終わっちゃうんだ。得だ得だって脳に言うと、脳は得なことを持ってくるんだよ。脳には牽引の法則というものすごい力がある。脳は自分が思ったものを運んでくる力があるんだよ。だから学歴がないとバカにされるって言ってるとバカにするやつを連れてくるんだよ。闇の世界にいる人の心を明るく照らしてあげる。その心構えで生きる人間の目の前に光り輝く道が開けてくるんだよ。災難はいきなりポンと来るものだと思っている人がいるけれど、命という字は人は一度は叩かれると書く。だから俺は生きていれば一度はそういうことが起きているものなんだと思っている。それで災難というものは必ずその人に学びを与えてくれるものなんだよ。私にとっては頭が良くなり悟りが開ける上に何をしてもうまくいく魔法のような話があります。それは何かというと 100% 自分の責任という話です。そうすると人の脳は勝手に自分が改良すべきところを探すんです。この世はどういう道理でできているかというと、微差が大差を生むのです。笑顔だったり言うことが肯定的だったり着ているものが華やかだったりするだけでこの微差が掛け算になってくるのです。ものすごい結果が違ってきちゃうんですよ。言葉は金太郎飴のようなものです。肯定的な人はどこを切っても肯定的、どんな時も肯定的な言葉が出てきます。肯定的な考え方ができるようになると日常生活すべてにわたって肯定的な言葉で満ち溢れてきます。なんとかなるって最強の言葉だよ。人生はなんとかなるから好きなことやりな。人は名誉というものを目の前にちらつかせられたとき、名誉が欲しくて必要のないものまで買ってしまうのです。要するに見栄なのです。世間の大多数が
こっちが正解と言っているからって、それを鵜呑みにしちゃダメなんです。世の中はね、自分がどう思うかで、現実はいくらでも変えられるんです。人が喜ぶことをしていれば、巡り巡って自分にも嬉しいことが返ってくる。喜ぶことをしていれば、人生も喜ぶことしか起きないようになる。人は自分が一番成長できる環境を自分で選んで生まれてきているんだ。仕方ないから、これしかできないからを、したいからしているに、舵を切り直してみるだけで、人生の方向が変わっていきます。私の強運の理論から言うと、今の自分の実力より、一つ上のことに全力で取り組む人が、強運を呼び寄せるのです。強運を運ぶのはやっぱり、笑顔です。神様は、その人が乗り越えるべき問題をその人に出す。人間関係で一番大切なのは、そうですよね、わかりますよ、という言葉です。すごいですね、と言われたら、皆さんのおかげですと答えて、バランスを取ろう。すべての人間関係は、相手に期待しない。相手を変えようとしないの修行です。心配するより信じること、あんたのことを信じてるよ、この一言です。許せない人がいると、悩んでいる人は許せない人がいる自分を許していないのです。自分に合うものが他の人にも合うとは限らない。自分の好みを人に押し付けるのは、いじめと同じなんだ。あんな悪いやつ、許せない、って言うと、苦しむのは自分。それで心が凝ってしまう。許すというのは、緩ませること。心を、心が締め付けられてると苦しい。だから、どうしても相手を許せなかったら、自分だけ許す。許しますって言うと、本当に心が緩む。機嫌を悪くするのは悪。人の機嫌を取らないで、自分の機嫌を取るんです。会う人会う人を嫌な気分にさせるか、気分良くするかで、人生は変わります。心にもないことを、言いたくないという人がいるよね。そうじゃないんだよ。言葉が先、心は後からついてきます。褒める気になれば、いくらでも褒められる。けなす気になれば、いくらでもけなせる。自分をけなして生きたら地獄だよ。自分のあらを探す人は、必ず人のあらを探すよ。笑顔でいないと、誰も助けてくれないよ。可愛がってくれないよ。だから、口元を上げて笑顔でいようね。私のお弟子さんに、言ってはいけないよ、と教えたのが、地獄言葉です。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、こういう恐れから出る言葉や、心配事を話していると、口にした通りの苦しい人生になっていくんです。私が最初にお弟子さんに教えたのは、天国言葉というものなんです。天国言葉とは、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます。幸せ、ありがとう、許します。騙されたと思って、口癖にしてごらん。